雑談で下ネタを言わないでください。テンションが上がって寝れなくなります。キモいのだ最初一瞬あ、そっかごめんねっていう気持ちに一瞬なったけど、なんかちょいキモなのだなんか敬語なのが気持ち悪さを増してるくしくし気持ち悪いのだ下ネタでテンション上がるの小学生なんだよないやまあでも上がるか、上がるかもしれない。まあ喋ってる時ぶち上がってっからね。でもあれは下ネタでテンションが上がってるんじゃなくて、普段の生活で人と共有できない話題をライバーでならみんなに話したり他のライバーさんと話せたりして共有できることが嬉しいんだよ。あれはみんなと感情を共有できてるのが嬉しいんであって、下ネタ喜んでるんじゃないんでね、勘違いしないでくださいギリギリいい話にできたか言い訳ね、はいはい、おかしいな、ほなあかんか言うほど共有できてるか、え、嘘やろ、みんなここまで来れてるやろ、同じラインに立ってるやろ、なんで怒ってんのあれおや、うん、よくしゃべる、ちょっと待って、よくしゃべるはさ、よくしゃべるは、おお、このコメント、このコメント、よくしゃべるはさ、雑談してる、雑談配信してるやつに対して不自然もやめてもらっていい、失礼だよ当たり前だろ、そういう配信してんだ、黙ってやろうか、無理だわバカが